ザリトルハンプバクトホースでのピエリーナ・レニャーニ、1895年、ピエリーナ・レニャーには、イタリアのバレエダンサーである。ピエリーナ・レニャーには、ミラノで生まれた。彼女は、類いまれなテクニックを持つバレリーナとして知られ、公式に、プリマ・バレリーナ・アッソルータの称号を与えられた、最初の人物である。レニ,ニは1893年から1901年まで、ロシアバレエ団で、 プリマバレリーナ・アッソルータの地位にあった。また彼女は32回連続のフェッテとして知られる技術を最初に披露したバレリーナでもある。そして彼女の名を不滅のものにしたのは1895年の白鳥の湖疎遠においてオデットとオディールの2役を踊ったことであった。当初彼女はオデット役にのみ配役されていたが開演の1週間前になっても オディール役が決まらなかったため、やむを得ず、レニャーニが両方を踊った。これが大成功し、その後、オデットとオディールは、同じバレリーナが踊ることが、恒例になった。舞台生活から退いた後、彼女はイタリアに住んだ。死の4ヶ月前まで、スカラザ、バレエ学校の運営委員会に携わった。1930年、死去。彼女の墓は、ミラノ大聖堂にある。 ありがとうございます。